池田恒興は織田信長と知兄弟、清須会議にも参加した影の実力者。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは池田恒興について紹介していこうと思います。池田恒興は織田信長と知兄弟にあたり、小姓として幼い頃より仕えています。信長の家臣の中ではあまり目立つ存在ではありませんが、清須会議の4人のメンバーであり、織田家臣の重要なポジションにいました。数多くの戦いに参加し、信長に貢献した池田恒興。そんな池田恒興とはどのような武将だったのでしょうか。ここからはナレーターさんに解説していただきましょう。池田恒興の生い立ちは？池田恒興という武将をご存知でしょうか。ドラマの中に登場する恒興は他の有名武将の陰に隠れ、目立った扱いはほぼありません。多分周囲の武将の知名度がすごすぎたのかもしれませんが、筆者の中で恒興を有名にしたのが信長コンチェルトの恒ちゃんです。演じていたのは向井理さんでした。あのドラマで恒興を知ったという方も多いのではないでしょうか。そんな恒ちゃんこと池田恒興のプロフィールをご紹介します。1536年、天文5年、池田恒俊の嫡男として愛知県尾張に誕生します。恒興の母養徳院は織田信長の乳母にあたり、恒興と信長は知兄弟として育ちました。後に養徳院は織田信秀、信長の父親の側室となっています。信長の乳母は何人も変わったそうですが、養徳院だけにはとても懐いたと言われています。この経歴を見ても信長と恒興は生まれながら結びついていたのがわかりますね。恒興は10歳から信長の小姓として仕えます。妻は前王院、織田信時の元妻2人の間に池田元助、池田輝政など他たくさんの子に恵まれました。桶狭間の戦いなど数多くの戦に参加した恒興は、1584年小牧長久手の戦いにおいて49歳で亡くなります。数多くの戦で活躍し地道に出世。池田恒興は数多くの戦いにおいて功績を挙げ、地道に出世街道を走っていました。1570年元亀元年、姉川の戦いで織田軍が勝利するとその功績を認められ、犬山城主、愛知県犬山市となり1万石を与えられています。姉川の戦いとは、1570年、織田信長 VS 浅井長政、朝倉景武による戦い。織田信長と浅井長政は同盟を結び、信長の妹お市の方は長政の正室、義理の兄弟であった信長と長政でしたが、信長が浅井家とは縁の深い朝倉家を攻撃したことにより長政が激怒。織田家と同盟を結ぶ際に朝倉家を攻撃しないと誓いを立てていた信長がこれを無視、朝倉軍を救おうと浅井軍が挙兵します。この戦いに敗れた長政は織田二条で自害。妻のお市の方、娘の茶々、初、豪は信長のもとへ返されました。1580年、天正8年、花熊城の戦いでは荒木村重を討つために挙兵、息子池田元助、池田輝政とともに親子で活躍した戦いでありました。荒木村重といえば、1578年、天正6年、信長に謀反を起こした人物でもあります。説得に向かった黒田官兵衛を1年間も幽閉し、妻家臣を捨てて逃げたという悪いイメージしかありません。後に荒木一族は六条河原で処刑されています。軍師官兵衛では村重の妻田氏を桐谷美玲さんが演じていました。キリシタンであり美しい女性であったと言われています。尼崎城から花熊城に戻った村重親子を討つべく花熊城の戦いが始まりました。
この戦いで元助22歳、輝政16歳の若き兄弟は敵の首を挙げる大活躍。常興も息子に負けず奮戦し、4ヶ月で戦いを終えます。しかし肝心の当主村重はまたもや城を脱出し、中国の毛利氏に身を寄せ、後に茶人として千利休の弟子となっています。逃げることしかできない情けない武将ですね。村重が茶人として成功したのが不思議なくらいです。この花熊城の戦いの功績を認められ、常興は大阪、尼崎、兵庫に12万石を与えられました。1581年天正9年に常興は兵庫城を築城しています。まさかの清須会議のメンバーにも選ばれる。1582年天正10年、本能寺の変で主君の織田信長が明智光秀に討たれると、中国攻めの最中であった羽柴秀吉と合流し、山崎の戦いでは5000の兵を率いて右翼先鋒隊を見事に務め、明智光秀を討ちます。山崎の戦いとは、主君の織田信長に謀反を起こした明智光秀を討つべく起こった戦い。羽柴秀吉が中国攻めからわずか10日間で高松から京都に戻り、この大移動を中国大返しと呼んだ。この戦いでの活躍を認められた常興は、摂津の国より美濃の国に移り、大垣城主として13万石を与えられました。わずか数年の間に少しずつ所領を増やしていった常興、たびたび城を変わるのは大変ではありますが、これも武士としての大事な務めですからね。この山崎の戦いでの活躍を認められたのか、常興は信長の後継者を決める清須会議にも出席しているのです。この時のメンバーは羽柴秀吉、柴田勝家、丹羽長秀、池田常興の4人でありました。このメンバーは織田信長の家臣である各地区の代表者というところですかね。常興がトップ4に選ばれたのはすごいことですよ。この清須会議で秀吉が推薦した三法師、織田信忠の息子は信長の孫にあたります。これに反し柴田勝家は織田信長の三男、織田信孝を推薦。この時常興は三法師を推薦した秀吉側につきました。結果信長の後継者は三法師に決まり、後見人として織田信孝、織田信勝の叔父2人が選ばれます。小牧長久手の戦いで息子池田元助と共に死す。1584年天正12年3月、小牧長久手の戦いが勃発します。織田信勝、織田信長次男が羽柴秀吉を討つため徳川家康に援軍を要請し、家康もこれを承諾、打倒羽柴秀吉を目指し戦いました。この戦いは約半年以上の間続きます。池田常興は当初信勝側についていました。池田輝政を人質として信勝に預けていたのです。ところが信勝、何を思ったのか輝政を解放し、まさかの野放し状態。この解放を機に常興は秀吉側に寝返りました。この信勝、何を考えているのかわからない武将でもあります。こうして秀吉軍として参加した常興ですが、この寝返りこそが運命の分かれ道だったわけですね。小牧長久手の戦いは広範囲にわたり何度も合戦が行われました。前半戦の羽黒の戦いで森長吉、森蘭丸の兄率いる森軍が酒井忠次率いる5000の兵に奇襲をかけられ敗走。この長吉は常興の娘婿でありました。娘婿にリベンジの機会を与えてあげたい常興は秀吉の元を訪れ、羽黒の戦いでのリベンジを願い出ます。この常興の頼みを聞き入れた秀吉は三河西部に向け出陣命令を出しました。岩崎城の戦いで城を落城させた池田軍、森軍は休息を取っていましたが、この時背後に徳川軍が迫っていました。
徳川軍が近づいていることを知った池田、森両軍は撤退を始めます。しかし両軍は激突、長吉は井伊直政の鉄砲隊から狙撃され討ち死に。鬼武蔵と言われた猛将で27歳という若さでありました。常興も永井直勝の槍を受け49歳で討ち死に。息子元助も父の死を聞き、常興の陣に引き返す途中、安藤直継に討ち取られ26歳の若さで亡くなります。この戦で父と兄2人を亡くした輝政は無念だったことでしょう。11月に入り、この戦いの勝利は難しいと感じた秀吉は、信雄と所領安堵を条件に講和を結びます。しかしこの講和は信雄の独断であり、家康も聞かされてはいませんでした。戦う意味がなくなった家康は兵を引き上げます。この後の信雄の人生もなかなか興味深いのですが、現在続いている織田家の末裔の皆さんはこの信雄の DNA を引き継いでいるそうです。プロフィギュアスケーターの織田信成さんもその一人なのだとか。それにしてもこの織田信雄、今でいう自己中武将でありました。ちなみに猛将の枠を超えた男、森長吉についての動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。まとめ、生まれた時より織田信長とは縁のあった池田恒興、周囲の武将が有名すぎて影薄い存在ではありましたが、織田家臣としてコツコツと自分の道を進んでいきました。小牧長久手の戦いで織田信雄側につかなかったことが死を左右したのかもしれませんが、織田家臣として立派な最後だったと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、よかったら押してみてください。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。